毎日、寒い日が続きますけど、今日はですね、比較的暖かくて、風もないんでですね、外で、ちょっと今日はね動画の撮影ということでやりたいと思います。で今日の動画は、愛知県でね、丸中植木さん、丸中植木園さんと、グリーンサンタさんにねお邪魔しましたけど、そこで買った、多肉の紹介、今日はねそれでいこうかなと思います。まずはこういった順番で、丸中植木園さんからお迎えしたのこちらですね。結構大きい、普通 A の25 はこれですからね、かなり大きい。これが、この札、パクさん内なんですけどね、売られてた時にはこういう感じで、なってて、なんて読むんですかって言ったら、コッペリアっていうから、これをね、後で買った後につけてもらいました。葉数が多くてこういい感じですね、屋外でこうやって撮るとこう葉の感じっていうのが表現できます。自分の場合こう結構仮結果っていうのは、室内撮る時多いんですけどね、今日は屋外ということでこう葉の感じが結構ね、表現できてるかな。後でね編集しないと分かりませんけど、こやつ、サイズの大きいコッペリアパクさん内、こちらのねお迎えしました。丸中植木園さんはね、結構こうなんて言いますかね、こう昔の苗っていうか最近見かけない苗とかもこう結構いてある、なんかそんな印象を受けましたですね、なんかいろいろありました。はい、で、真ん中さんはこれだけやったんですけどね、あとが、あれ先行くか、珍の会メンバーの、姉妹ね、アンナさんと、ハピコさん、アンナちゃん、さっちゃんからね、ちょっと、お土産的にねちょっといただいたやつがあったので、そちらの方を先にね紹介しましょうかね。まずこっち、ハピコ苗、さっちゃんの方やな、クスビダータパラスっていうかな、好きなのをこう分かってくれてる感じやな、こう爪付きでね、クスビダータは大体自分好きですからね。はい、こちらの方、これね、お土産的にいただきました。さっちゃんからのやつねがこれ、それと、これがアンナちゃんの方でフェアリーネイルっていうのが、サカチンがつけた、サカチンさんがつけた名前だと思うけど、カレンとチワワインシスイエコラかな、はい、の後輩ですね。こういう感じ。カレンってどんなやつかな、ちょっと自分ね勉強不足でわからないですけど、エコラが入ってるんでね、いい感じになるでしょう。フェアリーネイル名前がついてるぐらいですからね、いい感じになるんだろうと思います。こちらね、それと、どれだった、どれだった、あ、これか、こちらね、エイプリルフールだって、シムランスラグナーサンチェスかなと、メキシコブリドニスとブラックネイルね。これかなりねこうシャープな感じやな。ブラックネイル形的にはどうなの、ブラックネイル、ブラックネイルがいまいち俺がよく分かってないけど、一番形的にはよく出てるんですかね。あとでまたね聞きたいと思いますけど、こうやつ、こちらのね3つをお土産苗でいただきました。さっちゃんの方からねこの間の花友の時もちょっといただいてたんですけどね、こういう感じで、はい、いただきました。ありがたく、はい、遠慮せずにねもらいました。で、その後、あれですね、グリーンサンタさんでね、買ったんやけど、こちらこう買ったやつですね、さっちゃんのハピコ苗、モロタとメキシコプリドニス、いい感じね、こう色合いがね、すごい肉厚で、はい、いい感じ、粉吹いてですね、今日はちょっとやっぱあれやな、見た目の感じと、画像が結構近い感じがするな。はい、こういうのをね、はい、お迎え、これはグリーンサンタさんで買ったやつですね、こちらのを、買いました。それと、今度はアンナちゃん、アンナさんの方がこれね、同じくメキシコプリドニスやけど、こっちの方はラパスやな、ヒアリナラパス、だからこう葉っぱの感じがこうラパス感がグッと出てきてますね、こちらの方ね。
で歯がパンパン、こういい感じですね。こういうやつ、2つともこういいな、本当な。で、これがもう少し成長いただいたね、お土産苗がちょっと成長するとこういう感じのね顔になってくるんだろうと思います。まだこっちのがね多少若いかなと、それがこういう風になるんだろうと。だからこれ楽しみですね、どういう風になるかですね。はい、こういう感じ。それとグリーンサンタさんいろいろね、扱いが多いので、あとお三方ね、お迎えしたんやけど、これがですね、ゆつきさん苗、この Y のマークやな、春のこれ小地かって春の装いじゃなかったかな、春の装いと、コロラータですね。春の装いね前持ってたんやけど枯らしたんでね。でまあコロラータ自分好きだから、その後輩色合い的にも好きなやつ、まだ他にもね結構ちょっとね良さそうな、良さそうなというか好みのやつがあったんですけどね、ちょっといろいろ悩んで、まあ、こちらにしました。はい、いかにもこう自分がね自分好みの感じですね。コロラータは本当好きやからですね。はい、これをね、お迎えしました。こちらがゆつきさんの苗やね。はい、それと、これがですね、夏子さんの苗、前もね一度リバスタかでお迎えしたんやけど、本当気に入ってますそれね。でラパスと、コロラータと、これなんだ、これなんか読み切らんな、コロラータなんだろう、後で今度、あ違う、これ違う、これなんちゅうんやろ、すみません額がなくて、はい、またね確認したいと思います。これはもうほんといい感じね、ロゼットがすごい綺麗、バラのような感じです。はい、こちらの方ねすごい姿形がいいですね。はい、ちょっとね品種のあれはこう確認して、あとにまたテロップで入れたいと思いますけど、すごくこう綺麗、バラの花みたいですね。はい、こちら、これが、夏子さんの苗やね。んで最後にこれが研磨場さん、ちょうどね、行った時に、グリーンサンタさんに来られてて、ちょこっとね、挨拶だけしたんですけど、これが、ダークアイスとジャッカル、ダークアイスがどんなんか分からんけどジャッカル好きなんでですね、だから、爪がねこういうふうに鋭い、 ありがとうございます会長ね、こういうやつ、この間もね九州で売られてて、なんかな猫娘やったかな、なんかそういったのね、入ってきてて、自分の友達がそれずっと探しててね、買って喜んでました。はい、これはそうじゃないんですけどね、この後輩、はい、自分ちょっと初めてですね今回お迎えさせてもらうとかですね、こちらの方、それと、最後にですね、これはまあ普通に韓国内になろうかなと思いますけど、自分の好きなラタム、こうラタムはね結構顔違いがいろいろあるんやけど、こちらの方が歯が短くて肉厚で、こうロゼットの形もすごくいいので、好きなやつのこう納得のダブリ狩りっていう感じでこうやるんですけど、こちらの方がいいなということでね、動画でもちょっと出したかもしれませんけど、こちらの方、はい、すでに持ってましたけど、もう一個欲しいなというようなことで、こういうね、今回、お迎えさせていただきました。ということで、今回お迎えしたのは、まあ、いただき物も含めこういう感じですね。はい、それぞれこうなんていうかな、こうバランスよくというか、こう全部こうなんかそれぞれ顔が違うというか、偏りがあるかないか、あるかもしれんしないかもしれんけど、はい、自分的にはこうねいい感じ、なんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、いただき物も含め10個ですね、今回、こういうのことで10個を迎えさせていただきました。はい、正月からね、いい感じの多肉が、ゲットできたなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画はですね、愛知に行って、まあ、そこで、丸中さん、丸中植木園さんとグリーンサンタさんに行って、お迎えしてあげないと、ちょっとね、お土産的な、いただき物の、多肉の紹介でした。はい、ということで、今日の動画を終わりたいと思います。この動画はね、いいと
ただけましたら、チャンネル登録等していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。